RS はイタリアのアプリリア社が製造を販売しているレーサーレプリカタイプのオートバイである。水冷にストロークエンジンを搭載しており、シリーズ車種として50、150、250の排気量別に生産されている。RS50PGE 型 RS50 は欧州の大柄な体格のライダーに合わせて車体を設計しているため市販の原付きとしては 比較的大きな車格を持つ。その全長は、1994年モデルで 1875mm、1999年モデルでは 1920mm に、及び、これに同じく大きな車格では代を呼んだ、ホンダ NS-1 にも悲見する。1993年の発売開始から、一貫して、ミナレリアマハ製の単気筒エンジンを搭載。 とりわけ初期の車両に搭載されたエンジンは非常にパワフルであり、メーカー交渉値で 8.8PS、9750rpm、トルク 0.77kgm、8500rpm の出力を示していた。これはレブリミッターを取り払った本題の SR50 にも迫る数値である。それ以降に発売された車両の出力については明確な数値が公表されていないものの、 後発のモデルほどに EU の騒音規制、排ガス規制の影響を受けて加工を続け2002年以降に販売されたモデルに至っては坂道で後退するほどに著しくパワーダウンしたとされる。加えて日本国内向けに販売されたモデルにはさらなる適正化が図られた。その結果日本国内において前日の 8.8PS を出力する車両は 非正規の方法で輸入された、ケウな例外を除けば、初期の DGM 型に限られることとなった。1993年、MMA 型1995年、MMA 型1996年、MMA 型1997年、MMA 型1998年、MMA 型1999年、PGE 型この型から、フレームナンバーから名前を取って、 PGE 型と呼ばれるようになる。2000年、PGE 型2001年、SE 型2003年、TSJ 型2006年、TSJ 型2007年競技用専用車2008年、アメリカ合衆国、ユタ州のソルトレークにて開催された世界最高速度記録認定競技会において、RS50 のエンジンを改造、搭載した、ブードファブストリムライナーと称する。 競技用専用車が時速144.966マイルに到達。その際に用いられたエンジンには、日本製の軽自動車用スーパーチャージャーが追加実装され、圧縮比が極限にまで高められたほか、フレームや外装にも特殊な形状が採用され、減速比も極端に抑えられるなど、駆動構造に至るまで最高速度を伸ばす目的に特化したおよそ行動では、 実用不可能なセッティングが多数施されていた。これによって、ブードファブストリムライナーは 50cc エンジンを用いた二輪車の最高速度での国際記録を樹立している。このように、ブードファブストリムライナーと RS50 は全く異なる車両であったにも、かかわらず、この記録をもって RS50 が 50cc バイクにおける、 最高速度の世界記録を保持しているとの誤解が広がり、RS50 のイメージアップに貢献した面もある。RS450SBK2012 年2013年2014年、イタリア人レーサーのレジアーニカラーを施した1998年モデルの RS125RS125 RS は、オーストリアのエンジンメーカー、ロータックス車製2ストローク短気筒。 クランク系スリードバルブ 125cc エンジンを搭載しており、最高出力は 34PS を発生する。エンジンは、レーシングカーアートに使われているものと同じ系統のモデルを使用しており、極端な高回転高出力型の特性を持つ。近年のモデルは排ガス規制などで、パワーが抑制されているため、マフラーやキャブレターの交換などで、 パワーアップさせるのが定番となっており、交換することにより元の 34PS 近くの発生も可能とされている。もともと RS125 は AF1-125 というモデルの後継機種として開発されている。AF1 の晩年のモデルは現在の RS125 に非常に酷似した形状となっている。 エクストレーマイコー1992年1995年1996年から1997年1998年1999年に1004年前06以降2006年にフルモデルチェンジを行い左右二等式のヘッドライトを備えたフロントフェイスは同社のフラグシップスポーツである RSV1000R に似たものとなった新車価格は 約50万円。大きく変更されたカウルを含む外装、オドトリップメーター、水温計、ラップタイム計、デジタル時計を表示可能なデジタルメーターなどの外観部品の他に、倒立式、フロントフォーク、ラジアルマウントキャリパー搭載のブレーキシステム、エキゾーストにそれぞれ変更を受け、最新のスーパースポーツを意識した仕様になっている。日本への正規輸入は、 マイ08を持って立たれているが、販売は継続されている。マイ10は、カラーリングも変更されており、赤、黒、白の3色ラインナップである。1997年モデルの RS250、前期型モデル RS250 は、鈴木 RGV ガンマをベースとする V 型に気筒の250、CC エンジンを搭載し、最高馬力は 85PS の発生も可能と、 されていた。ガンマのエンジンタイプは VJ22A 形式のヨーロッパ仕様が元になっており、RS250 発売開始当初はベースの 62PS のガンマより 8PS アップした 70PS の出力があることになっていた。チャンバーの位置は v j 2 2ア型ガンマとほぼ同じ位置。最高出力などの性能表示についてはもともと 日本とイタリアでの計測方法や表示の違いで、表示上では 70PS、圧縮比12から13となっているが、実際はガンマの輸出仕様と、概ね変わらない出力性能である。RS250 には、前期型モデルである、l d 型、後期型モデルである、LDA 型と2種類の車両が存在しており、前期型モデルには、 アプリリアチャレンジカップ用のパーツを組み込んだ RS250SP というモデルが存在している。登場した一時期は菅谷製のチャンバーを備えた SP 車両も存在した。1994年1998年。ありがとうございます。